その時にボールを打たない選球眼の良さっていうのがいいバッターか悪いバッターになってくるんですけれども、左中間すごい当たり入りました。ホームラン、勝ち越しはカブレラのホームランでした。今ようやくファーストベースを蹴ってセカンドベースへを回ります。2対2同点からその怖い一発が出ました。カブレラの24号ホームラン。3対2、オリックスが勝ち越しました。オリックスはヒット3本で3得点。加藤さん、やはり一発でした。怖いですよ、一番これが。はい、しかしね、決して悪いボールじゃないですよ、投げたピッチャーは。はい、石井は低め、見送ればボールかもしれませんよ。ただちょっと甘かったよね、ボールが。インコースに構えてたミットが少し中に動きましたね。